高草,美代倉高草、三浦高草、三浦蔵から1959年2月23日は、明治から昭和前期の水産指導者、教育者、政治家、実業家、衆議院議員、旧姓、小橋。備前国奥郡久ぐ村で、王将や、小橋一十郎の次男として生まれる。1891年静谷高卒を経て、1893年、 東京の水産伝習所を卒業した。佐賀県立唐津中学校教諭、岡山県農事講習所教師、同水産巡回教師、福井県立小浜水産学校長などを歴任した。その後、小田軍やか町やかの旧は基本人、高草への分家、高草、小太郎の養子となった。小田軍会議員、道議長を務めた。 1910年岡山県会議員に選出され1920年まで在任し、同参事会員も務めた。1920年5月の第14回衆議院議員総選挙で岡山県第5区から出馬して初当選。以後、第15回、第17回総選挙で再選され、衆議院議員に通算3期在任した。この間、田中義和内閣。 陸軍参与官などを務めた。衆議院では立憲政友会に所属し、犬飼い武氏の側近として、水産問題を担当し屋に、小橋も3トの兄弟議員として知られた。水産指導者として、漁業組合の近代化と発展に尽力し、1938年6月、岡山県漁業組合連合会初代会長、同年10月、 全国漁業組合連合会副会長にそれぞれ就任し、翌年に全漁連会長となった。その他、大日本水産会場無理事、岡山県水産会長などを務めた。また、備中電気専務取締役、東小島電気取締役、日本輸出海産物販売社長、日本輸出販売社長、東京魚市場取締役なども務めた。ありがとうございます。